はい、皆さんこんにちは。で今日は、レモンカードを使ったパンを作っていきますので、まずレモンカードを作っていきたいと思います。でこのレモンカードは前日の夜とかにね作ってもらっても大丈夫なので、パン作りする前に作ってみてください。じゃあ早速作っていきます。まず卵ですね。卵入れていきます。全卵です。でこれ軽くほぐします。である程度ほぐれたら砂糖入れていきます。そしてここにレモン汁入れていきます。でここに無塩バター入れていきます。はい、では材料すべて入れたら湯煎していきます。これをつけて優しく混ぜながら湯煎していきます。でこの湯煎するときは、だいたい中火ぐらいで10分ぐらい、こうとろみがつくまで湯煎していきますね。で弱火だととろみがなかなかつかないかもしれないので、ちょっととろみなかなかつかないなってときは中火ぐらいでやるように、ちょっと温度高い感じでやるようにしてください。これをじゃあ10分ぐらいとろみがつくまで湯煎していきます。ではレモンカードの方はこんな感じでとろみがつきました。さっき10分ぐらいって言ったんですけど、ちょっと15分ぐらいかかりましたね。でこれ温度高すぎると強火でねやっちゃうと卵だけ固まっちゃうみたいなんで、本当に中火を意識してやってみてください。でもしちょっと固まっちゃったなみたいな、こうダマみたいなのができちゃったなみたいな時は、後々こしてもらえれば大丈夫です。であとは粗熱が取れたらね、これを冷蔵庫で冷やしておきます。で冷やすともうちょっと固まってくるんじゃないかなと思いますね。でこれをパン作りに使っていきます。じゃあ続いてパン生地の方作っていきたいと思います。パン生地の方はね、普通の生地なんで、ここからいつも通りパン作りをしていきます。いつもお惣菜系のパンとかで使う生地なんですけど、結構レモンカードとの相性もうさげだったんでおすすめです。
それでは整形をやっていきたいと思います。今日は事前に用意してもらうのはまずレモンカードですね。これは最初に作ったやつですね。これとで、あとクッキングシートを15センチと12センチぐらいの大きさに切って5枚用意してみてください。はい、じゃあ早速やっていきます。でまずは生地を1個取って、でガス抜きします。で綿棒を使って12センチの円に伸ばしていきます。でこんな感じですね。でこの大きさまで伸ばしたら、この紙の上に置いていきます。で紙の上に置いたら、上下をくるくるっとして、こんな感じですね。こんな感じにして、この端っこをくっつけます。で真ん中の部分はくぼみになるように、こんな感じです。こんな感じでレモン型をまず作っていきます。これを残りの生地も同じようにやっていきます。はい、それでは5個並べた感じはこんな感じになりますね。まあ、ちょっと紙の大きさもあるんですけど、ちょっとうまいこと並べてください。そしたらこれにフォークで穴を開けていきます。ピケしていきます。では穴を開けたら、最初に作ったこのレモンカードを入れていきます。見てください、これ。めちゃくちゃ美味しそうな綺麗な色になってますね。これを入れていきます。はい、ではレモンカード入れました。こんな感じですね。めちゃくちゃ綺麗です。色が。ではこれで二次発酵をやっていきますので、まずラップとぬれ布巾をかけて、これで二次発酵をやっていきます。では完成しました。どうでしょうか。どうでしょう。黄色が綺麗。黄色結構綺麗ですよね、このレモンカードが。これあれですね、中身は
レモンカードじゃなくても最悪大丈夫ですね。あのチーズとかでもね、うん、全然いいと思いますね。他のジャムでもいい。ああいいかもしれないですね。ちょっととろみつけてあげてカラフルにしてあげて。ああいいかもしれないですね。ちょっとね焦げが縁のとこちょっと焦げついちゃったんですけど、これはこれで美味しそうというか焼けてる証拠ですね。他のもちゃんと焼けてるけど焦げてないやつもちゃんと焼けてます。自分で爆笑してるけどはい、こんな感じです。あとクリームチーズつけて食べるのも美味しかったよね、うんうんうん、クリームチーズと相性抜群ですね。ということで今日はレモンパン、こんな感じでね、夏らしい感じのパンを作ってみました。ちょっとねレモンカード作るときはね、夏の間はちょっと暑いかもしれないですけど、僕もちょっと汗だくなった時を作りましたけど、あの美味しいパンできるんでぜひお試しください。あの余ったレモンカードはあのヨーグルトとかに入れても美味しいと思いますのでね、ぜひそちらもお試しください。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。